どうもお疲れ様です。1月3日になりました。速稼塾の久保が暗号通貨ニュースをお届けしております。先日の動画をご覧いただいた方からちょっとね、反響いただいたんですけども、すごく簡単なロジックなんですけどもね、心理的な壁っていうのがあるんですよ、この投資ごとにはね。で、今回600万円っていうのが心理的な壁になってるんじゃないかなっていうふうに考えましたんで、500万円台ね、590万円台では買いを仕込んで、で、600万円台になったら売るってことをやれば、利ざやが稼げるんじゃないのっていうのを、簡単なビットコイン投資の法則としてお話ししました。これは FX のテクニカルに基づく考え方をすごく簡素化したものなんで、ずっとね、使っていただけると思います。この心理的な壁ってやつですね。で、同じ理屈で前回、すごく前ですけども、10万円の時にも同じ話したんですよ。ビットコインが10万円を超えるか超えないかってことをね、こうやって小康状態を保っているときに、10万円を切ったら買いを入れて、10万円を超えたら売りをしていけば、利ざやがどん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 稼げますよって話で、最初にね、ビットコインの FX みたいなものをやらせてもらいました。で、今度は300万円の時、100万円か、100万円の時も同じようにお話ししましたね。100万円を超えたら売って、100万円をまたね、切ったら仕入れときましょうみたいな感じです。300万の時もお話ししました。そう言って、進めてきて、今はこの2024年は600万円をその心理的ボーダーですよって話をしてるわけなんですよ。で、前回の動画ではね、590何がしの時に、仕込んで、それから610万になったから1日で10万円の利益が取れましたよねってことを、1月1日2日を例にとってお話ししましたけども、今日1月3日になるとね、なんとね、640万になってるわけですよ。ですんで、昨日売りの決済をしなかった方っていうのは、まんまと50万近く利益が出ましたよねってことで、1日2日とビットコインを持っていただけで、ちょっとしたお年玉になったかなっていうところでございます。で、考え方はずっと同じですよ。で、心理的なこの価格っていうのがあるわけですよね。何でもそうですけども。FX の方では、前回昨年になりますけども、140円の壁って話をしたと思います。138円、139円というふうに1円単位が変わることと、139円から140円というふうに10円の桁が変わることっていうのは、非常に大きな投資家さんの心理的な壁があるから、ここを利用して利益を一定期間取り続けることができますよっていうふうなね、特殊レンジっていう話もしたと思います。で、それと同じですよ、まさに考え方は。ただし、ビットコインっていうのは今後ね、もしかしたらもう600万円を切らないかもしれないなってことで、仕込み時がどんどん失われていくわけなんですよ。で、今647万2000でしょ？でも3日前は590万だったわけですからね。そう考えていくと、ビットコインのボラティリティっていうのはでかすぎて、リスクも高いわけですよ。ただしですよ、600万円を切った段階で買った玉、玉っていうんですけども、仕込んだエントリーっていうのは、そのポジションが今度ね、600万円以下になる可能性っていうのは、今度は非常に低いというふうに考えることができます。というのが、2023年っていうのの動きを見ていると、最初は250万くらいでスタートしたわけですよ。それが値上がりしていってしまうと、もう300万切らなくなってきて、400万切らなくなってきて、500万切らなくなってきたわけでしょ。そういうふうに底固めがどん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 進んでいるときに、過去の価格をずっと見ていると、この辺りで上下の幅っていうのが決まってくるよねっていうふうなレンジが見えてくるわけですよ。で、そういったところに目をつけて、もうちょっと細かくお話しすると、じゃあ今度はね、640万をボーダーにして、630万円台になったら仕込んで、640万円超えたら売るみたいなこともできるんですよ。ただし、こうなると、どん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 ね、チャートを見る瞬間っていうのが、数限りなく小さくなってくるんで、要するにちょこちょこ見ないといけなくなってくるんで、忙しい方には向かないよねってことなんですよ。で、前回、ものすごくね、ざっくりとお話したのは、1日に1回しか見に来ない人用なんですよ。だからチャンスもそんなにたくさんはありません。だから本当お年玉なんですよ。年に1回か2回こういう時がありますよってことで、500万円台に落ちたら買って、600万円を超えたら売るみたいなことっていうのは、たびたび起こることではありません。ですんでね、今までビットコインとかビットコインで儲けるってことに、今一つね、気持ちが向かなかった方に関して、ちょっとね、こう、振り向いてもらうためにお話した、いわゆるつかみのネタと考えてもらってもいいんじゃないかなと思います。で、今回のことだけでね、ビットコインで永続的な利益が約束されるわけでも何でもないですから、こういった細かい技術の積み重ねによって、巨万の富を得ていく道が開けますよってことですからね。だから、ビットコインに興味を持っていただいたりとか、トレードっていうんですけども、投資に興味を持っていただいた方がもしいらっしゃいましたらね、
これから腰を据えて学んでいけばいいんじゃないかなと思います。投資ってのは、世の中である稼ぎ方のうち、楽でお金をたくさん増やす方法なんですよ。これはすごくズバリ言うとね。だってね、何か商売をしてお金を稼ぐことって、ものすごく大変ですし、たくさんの人の手を借りないといけないし、しかも課税額も高いわけですよ。でも投資ってのは一人でできるし、別にチームを組む必要がないですしね。今みたいな情報の時代になったら、無料で発信している人の情報から学んで、自分一人で勝手に投資のスキルを上げていくこともできるわけですよ。まあそれができない方はね、誰かの指導を有料で受けるという道もありますけども、どちらにしても課税額も低いし、金持ちになろうと思ったらもうこの方法しか残ってないと言ってもいいくらいなんですよ。お店をやったりとか会社をやったりとかするのって、商売を始めるまでにもうすでにすごいコストがかかりますからね。それからライバルもむちゃくちゃ強いですよ。で、また社会情勢によってもすごく左右されます。ここ3年4年で、ちょっとした世の中のね、動向によって飲食店が潰れちゃったりとかって結構あったでしょ。まあそういうこともありますしね。まあビットコインに興味を持っていただいたら、それぞれできる範囲で検索して学んでいけばいいんじゃないかなと思いますよね。その一助に私の放送がなれば幸いかなと思うところでございます。それじゃあね、この放送のスタイルなかなかいいなと思いましたんで、これね、角に映ってるね、私が。で、この辺に私のね、でっかいイメージがあるんで、なんか二重に私がね、映ってる感じになりますんでね。妙な、こっちか。変な感じがしますけども。ちょっとたまにはこういうスタイルでやっていこうと思います。はい、じゃあ、お疲れ様です。ありがとうございました。